よいしょ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 。はい、どうもこんばんは、やすにです。今日はこちらのですね AirPods Pro 丸1日がっつりと使ってみてどう感じたのかっていうのをですね、皆さんにお話ししようかなと思います。まあちょっと遠いですね。近くに寄りましょう。改めましてこんにちは、やすにです。昨日一昨日ぐらいに動画アップさせていただいたこの AirPods Pro、開封してちょっと使ってみましたよみたいな動画あったと思うんですけど、その中で僕が言ったのがノイズキャンセリングがついてるからすごくいいよっていうのと、あとは耳のところにねスイッチみたいなのがあるから、これを長押しすることによって外部音取り込みモードっていうものとノイズキャンセリングっていうのが切り替えられますよっていうお話をさせていただいたんですよね。で、感じたこと言います。丸1日使ってみて、ちょうどねその動画を撮った次の日が新幹線に乗って結構遠出をしたんですよ。だから新幹線の中で使ってみてどうだったのかっていうお話をまずさせていただいて、その後に感じたことっていうのをですね皆さんにお話ししようかなと思うんですが、まず新幹線に乗った時ノイズキャンセリングの話なんですけど、これはね非常にね使える、めちゃくちゃ使える機能だなと思いました。今まで AirPods とか Powerbeats Pro を使って新幹線の中とかで使っていたんですけれども、やはりどうしても新幹線のこの音、騒音ですよね、それがあるので結構ボリュームを大きくしないと音が聞きづらかったっていうのがあるんですね。それで今回の AirPods Pro というのはノイズキャンセリングがついていることによって周りの音、騒音っていうのが結構な確率で遮断される、パーセンテージでいうと僕の感覚値なんですけど 80% から 90% ぐらいは聞こえなくなるかなと思います。騒音自体は結構大きいから、それを全部遮断しようとするとそれ相応にね入ってくる音と同等の音でぶつけてかき消すような状態だから、これがマックス値あってしまうとどうしてもですね音質っていうのが下がってくるはずなんですよ。そこをうまいバランスで音が劣化しない程度にノイズキャンセリングをしてくれるっていうところでいうとかなりね優秀なのかなっていうふうに感じました。普通の会話とかはボソボソっと喋る程度の音っていうのは全く聞こえないです。そして結構大きめで喋る分には多少聞こえるかなってぐらいなんですけど、それはそれで全然 OK。 耳につけた瞬間に急にノイズキャンセリングが効いて騒音とかボソボソっとした声っていうのが一気になくなる。めちゃくちゃ快適にね新幹線の中で音楽聴いたりとか動画見たりとかっていうのができました。めちゃ快適でした。で、隣にですね同僚が乗ってたんですけれども、会話をねやっぱしようかなってなった時にノイズキャンセリングついてると全然聞こえないんですよ。で、そういえばノイズキャンセリングと外部音取り込みモードっていうのが切り替えられたなっていうので、ここを長押しして切り替えてこう話をしてたんですけど、最終家に帰ってみて感じたのが、そういえばこれってノイズキャンセリングと外部音の切り替えっていうのをここでしてたけど、ここをポチって押して長押しして切り替えてる暇があったらこうやって取っちゃった方が早いよねっていう。そういう結論になったんですよね。なんであんまりね正直切り替えっていうのは普通にノイズキャンセリングと会話の狭間では使うことはないなと思ったんですね。例えばなんですけど、今こうやって撮影をしてますと。で、今耳につけてますけどノイズキャンセリングしてたら自分の声が全然聞こえないから、どんぐらいの音量で喋ってるのか分かんないと。そういう場合とかであればノイズキャンセリングから外部音取り込みモードにここの長押しで変えてしまってから外部音取り込みモードでずっと喋るよとかっていうことであれば、こういう風にね切り替えさせてもらって喋るっていうのが全然ありだと思うんですけど、普通の会話でじゃあノイズキャンセリングでこう音楽とか動画とか楽しんでいきましょうねってやってるのにかかわらず、こう喋りかけられてノイズキャンセリング機能をオフにして外部音取り込みモードに切り替えるっていうこの作業をするぐらいだったら取っちゃった方が早いよねっていう、結果そういう風になりました。でね、これ俺思ったんですけど、アップルってすごいなと思ってて、これ何かっていうとね、これも全部計算のうちなのかなと思って、もしかしたらよ、今のノイズキャンセリングのイヤホンとかワイヤレスイヤホンですよね、そういうものってこのボタンみたいなのついてないし結構丸っこくて耳の中に全部収まっちゃうよみたいなパターンあるじゃないですか。けど AirPods も AirPods Pro もなんですけど、ピュッて伸びてるじゃん。伸びてることでどういう利点があるかっていうと、話しかけられた時にスッと取りやすいんですよ。これアップルさん考えて作ってんじゃないのかなって思ったわけですよ。すごくない？すごいのかどうなのか分かんないよ。考えて作ってるのかどうなのか分かんないんだけど、よくよく考えたら、あ、そういう作戦なのかなっていうふうに思いましたっていう動画でございました。ということでまとめるとですね、ノイズキャンセリング機能っていうのがすごく僕の中ではツボに入るポイントっていうのと、外部音取り込みモードの切り替えっていうのは会話の中では取り外しちゃえば問題ないよねって話なのと、あとはこうやって動画撮ったりとか長時間外部音を取り込みしたいとか、でも音楽も聴きたいっていう用途に対してはここでね切り替えるのはすごくありなのかなっていうふうに感じました。で寝る時もねポッドキャストとか聞きながらつけて寝たんだけど、それがすごく優秀で、 AirPods Pro 普通の AirPods Pro はねこう寝返り打つじゃないですか。うまいことこうはまればねいいんだけど、横向いた時にね枕とかこう来るじゃないですか。いいんだけどちょっとずれたりとかするとポロッと取れるんですよね。引っ掛けるタイプだから。でもこの AirPods Pro の場合は耳の穴に入れるパターンのやつだから横に向くじゃないですか。そしたら枕があったら奥に奥にこう刺さっていくんですよ。取れることなく逆に締まってくれるみたいな、めちゃくちゃナイスだなっていう風に感じたので、これからもですねこの AirPods Pro をですねかなり愛用して使っていきたいなと思いました。ということでですね、この AirPods Pro をですね丸1日使った、そして寝る時もがっつり使ってみたっていう時の僕の感想の動画でございました。今ですね AirPods とかワイヤレスイヤホンを結構検討されてる方とか、欲しいなと思ってる方とかね、ちょっと興味あるんだけど高いから手を出せないなっていう方、是非ですねこれはチェックしていただきたい商品かなと思ったので、 URL は下の説明文に貼っておくんで気になる方は見てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。